立峯神社です。ここはですねホテルの敷地から入るんで、まあ、正面から入る場合は許可をいただくと。で反対側から今来たんですけど、霧ヶ咲公園かな、あれ一般の公園なんでそっちから入れば特に許可はいらないと思います。立峯神社という来年これは場所がわからないですよね。私の方の狼気候では住所とできるだけ詳細の地図も載せるようにしますので、私みたいにこうやって苦労して探さなくてもいいようにですね、すんなり行けるように、交通機関とか駐車場の位置とか歩く距離とか、そういった詳細も合わせてですね紹介したいと思います。実際私のページなりそのサイトなり見てですね行こうと思っても、これは不親切なサイトだと、そういうの今までもいくらでも見てるんで、そういうことがないようにですね心がけたいと思った次第です。この左上がそうなんですけどね、この赤い朱塗り の公園の方にはちなみに三峯神社って書いてないんで、これは勘で来たんですけどね今、そしたらドンピシャだったんですけど、地図上どう見てもホテルの敷地内だなって感じですよね。はあ、狼さんいました。ああこれはいいですね。遠吠えの狼像です。いやちょっと尻尾がキツネさんっぽいですけど顔がいかついですね。これはいい。 いや今まで最近回った中では遠吠えをしている像というのはなかなかないんですが、確か1回あったかな。いやいいですね。このお社の中もすごい素敵ですね。あ、中にも像がありますよ。これはちょっと情報いなかったですね。神社としてはこの小高い山にですね、ちょっと過去ホテルの横にねあるという感じで、というよりホテルが後からできたんでしょうけどね。いやいいですねこのお社、すごい立派です。すごいなんかお金かかってるっていうか、すごい整備されてるなっていう。すごいですねバックライトがすごい。これ夕方とか来たら最高ですね。後でもう一回来ようかな。はい、じゃあ像の方ですね。いやーこれいいですね。石像で遠吠えですね。ちょっと上からになっちゃうんで目の部分がちょっと結構鋭い感じです。直立で、まあ、遠吠えをイメージする像ですね。もしくは単に吠えてるだけかもしれませんけど、こんな首を高く上げませんからね。これはいいですね。なかなかそうですね、石像としては高さが40センチぐらい、幅も40センチぐらいとそんなに大きくはないですけど、非常にいいようです。かっこいいですね。やっぱりね、狼といえば遠吠えですよ。最近森林狼じゃないや、大陸狼か、動物園とかで、ね、見ましたけど、さすがに遠吠えは見れなかったんですけど、背中は何もないですね。あばらとかもちょっとないですね。ちょっとお顔の結構いかつさというかごっつさがありますけど、これすごいですね。目の部分強烈です。はい、対になってますのでこちらですね。これはアウンの像とは言わないでしょうね。いや、リンコさんちょっとどいてください。はい、撮影です。こっちはね少しこう斜めになってる感じですかね、まあ、ほぼ似たような感じで一瞬ほとんど同じかなと思うんですが、ちょっとだけ微妙に違う感じしますね。さっき尻尾が狐さんって言ったんですけど、そうでもないですかね。ちょっと太い感じがしますけど、耳が寝てますね。すごいですね。すごい口です。最近プレデーターとか言ってたのは、あれはワニ像ってやつですね。ワニ顔のお顔がすごく長くて、まあ普通に考えたらこのぐらいでしょうね。耳の近くまで裂けてるってどんな口なんだって思いますけど、さすがに目がちょっと見えないですね。遠吠えを上から覗くとどんなもんかと。いや、噛みつかれそうですね。いや、神様、お犬様、狼様、許してくださいって感じです。すごいですね。迫力ありますね、やっぱりね、こういう像もね。はい、じゃあ中の方はね、ちょっと別
次移したいと思います。はい、三つ峰神社の入り口にある狼荘でした。